最近県内では特殊詐欺の被害が相次いでいます。これ以上の被害を食い止めようと専門学校の学生がポスターを作成し独自のアイデアを警察官にプレゼンしました。全体のコンセプトはシンプルかつキャッチーで見た人に特殊詐欺について考える機会を提供するポスターです。静岡市の静岡デザイン専門学校の学生が作ったのは、特殊詐欺被害の防止を目的としたポスターです。静岡市内の3つの警察署が学校に依頼し、グラフィックデザイン科の学生67人がデザインしました。県内では今年248件の特殊詐欺被害があり、被害額は4億6974万円に上ります。被害額、件数ともに去年の同じ時期よりも増加しています。先月中旬には会社の重要な書類を違う場所に送ってしまった、代わりに現金が必要という息子を語る男からの電話で高齢者が1000万円以上を騙し取られる被害が相次ぎました。金を要求されているファーさんが金を渡すかどうか立ち止まって待っている様子もいらっしゃるのです。今日は一次選考を通過した12人がイラストや写真などを用いた専門性を生かしたデザイン案を警察官に向けてプレゼンしました。最終的には3つのデザインが採用され、静岡市内の自治会の掲示板などにポスターが貼られます。イラストで工夫した点がこちらなんですけど、詐欺とカモっていうすごいキャッチーなモチーフを用いて、その見てもらえるようなイラストに仕上げました。電話にすぐ出てしまうっていうのはどうしても習慣づいてしまっているところがあるので、これを見たときに一度ちょっと立ち止まってこの合言葉の確認をしてほしいなというのがこのポスターを見たときに伝えたいことです。それぞれですね、特殊詐欺の防止しようという独自のアイデアを持ってですね、作っていただいて非常にいい作品ばかりでした。社会全体でですね、特殊詐欺防止に関心を持っていただきたいと思っております。親族を語り現金を要求する電話は詐欺だと疑ってほしい。警察は若い人のアイディアも借りて注意を呼びかけています。